選手たちに聖なる加護を。タイガー桜井です。そして宮本です。ハロの世界のザキヤマです。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで、はい、逆転するには、新しいイベントが来ました。はい、不食のバラガチャということで、魔属性バラですか。バラなんですか。バラですというわけで、ちょっと早速ね、見ていきましょう。今回追加されたキャラなんですけれども、3キャラですね。はい、こちら、フレデリカちゃん。おー、かわいい。はい、かわいいですね。ザキヤマさんの好きな、いいですね、後ろ向いてますではあります。いいですね。はい、ただね、すごいね、すごい靴履いてんだよね。え、あ、まあ、よくないですか、この靴。いや、いいんですけど、履く側の気持ちになるとなんか辛そうだなっていう、あれだよね。多分 100m 歩けないと思う。あ、うん、階段の上り下りとか大変ですね。階段どうやって登るの。駅の多分階段とかで見かけたら、ちょっと大丈夫かな、この人。あ、でも実際これあるから、もう履いてる人にしか分かんないよね。そっか、でも慣れかもしれない。この角度でも外出る格好じゃないよね、これね。で、家の中なんじゃない。まあ、そうだ、ね、あれだね、靴以外。あ、家の中靴か、じゃあアメリカンかな。かな、ちょっとアメリカンな感じ、うん、靴以外もちょっと外出る服ではなかったね。はい、して、なんとね、めちゃくちゃ斬新なスキルをお持ちですね。確かにそうですね。鶴の鞭。鶴の鞭、はい、なんかアンデッドスキルなんですね。はいはいはい。表に、その子が表になってる3ターンの間、相手の受ける回復はダメージ、毒ダメージになり、はい、毒ダメージは回復になると。あら、いうことで、なんかあっちがすごい回復デッキだったら、うん、なんか毎ターンさ、あの回復する系、うん、がなんか例えば4枚ぐらいあったりしたら、うん、もう1000以上毎ターン食らうようになってしまう。相手がデメテルとか置いた時にちょっと、そうだね、そしたら毎ターン600食らっちゃう。とんでもないです、はい、辛いね。ただね、あの毒をこっちが置いてたらそれ回復になっちゃうので、うんうん、毒デッキには入りませんと。なるほど。そうです、毒デッキ入れたら自殺ですね、はい、自殺です。相手を相手を回復させてしまうからね。そうかそうか、なるほどね。なんで、紙デッキに、ね、刺さるんじゃないかなと思います。最高な魔の弱ですね、はい、あとはその回復マスをね、はい、踏ませないと、うん、回復マス踏んだらそれダメージになっちゃうね。確かに、うん、という感じですね。だからこれをね、あの相手、あとは次余ってなす出してくるなとか、まあ、でも回復封じになりますね。そうですね、これ終盤の方で回復したいのに、はい、できないと。そうですね、アマテラスとかイシスで回復しようとしてるところにこれをポンって置けば相手はできなくなっちゃうので辛くなる。はい、そういう使い方をなると思います。そしてコンボスキルで回復マスを作れるので、はい、これを相手に踏ませる感じですね。3ターン内でね、めっちゃ増えますもんね、これスキルまだ8個。8個はすごい、すごいですよね、うん、さあ、そしてスネークデビルネラ、ネラ、ネラちゃん、はい、ネラちゃんはですね、なんとアンタレス式のスキル、うん、上がっていくやつ、はいはいはい、はい、上がっていく毒で125から100ずつですね、スキルまで。おお、なので、アンタレスは50ずつですよね。そうですね、はい、うん、まあ、あの始まりが強いんですけど、うん、まあ、すぐ追いつきますね。そうですね、250、300、350でしょ、うんうん、125、225、325でしょ。4ターン目にはね、追いつくね、追い抜かすね、うんうんうん、はい、強いっすね。そしてこの吸収スキル800はね、あの多いですね。でかい、多いです、でかい。あの霊峰、霊峰、レイホーより強い。レイホー何役だよね、うんうん、レイホーもだってそもそも結構強かったもんね。そうそうそう、ケイシの中じゃ。そうなんですよ。あとバンシーも確かそれぐらいでしたね、はい、確か。なんかそう、吸収ってちょっと強すぎるんですよね。ペルセボネとかがもう800だった気がするんだけど。じゃあそのせい、そんぐらいかも。ペルセボネ見てみるけど、 0.0 より強いぐらいでしょ、ちょっとだって。ペルセボネ900だったかな、800だったかな。でね、メゼリスだ、900、スキルまで900、うん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 、スキルまで900、ペルセボネ800。そしてこいつ、あの珍しく獣使いんですね。あ、本当ですね、獣使いです、ね、はい、あ、ヘビ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 、はい、ヘビ使い、爬虫類レアですね。そしてザキヤマさん大好き、フリオヒコーズのラブシカちゃん。おお、どうですか、ザキヤマさん的に。これはこの子はなんだろう、そのなんか、なんか微妙そうですね。やっちゃいますね、一瞬。例えばのベルフェゴールちゃんとかあの辺はウヒヒヒってなんですけど、はいはい、この子はほっこりしますよね。あ、かわいいっていう。まあ確かに、確かにザ可愛いけど、そう、あ、可愛いって感じ。やっぱ、ね、ネラとかの方が好みかな。まあ僕はもう露骨にそうですよ、ね。とても非常によろしい。ね、なるほどなるほど。グッドルッキング、ね。やっぱあのグッドルッキング、グッドルッキング賞いただきましたよ。ありがとうございます。はい、こちらは回復マスを作るんですよね。ほう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 。
フレデリカも回復マスコンも好きですけど、最大6コボ。そしてコンボでその回復マスをダメージマスに変えると。いや、はい、ああなるほど、すげえこれ。こちらもなんかなかなかテクニカルな、テクニカルっすね、うん、テクニカルなやつですね、うん、なんでなんかまあこいつを置いて回復マス作ったところにフレデリカを置いて、フレデリカの効果が消えたらダメージマスに変えちゃうみたいな、そういう、うわーやらしい、これはまればすごい感じなのかな。なかなかね、あの相手をコントロールするような、うん、使い方、こういう敵ってあんまないからね、作ってみたい感もあるよね。そうですね、でもやっぱ回すのは結構難しい、難しい、うん、難しいですね、できないそうですね。そして、セイクリッドプリスト来ております。セイクリッドプリスト来ております。セイクリッドプリスト、はい、プリちゃんね、プリちゃん、プリちゃん、セイプリちゃんね、プリちゃんはね、あのね、すごい回復するんですよね。はいはい、はい、すごいですね、はい、これ終盤にしか使えないんですけれども、2000、すごい、まあ、2000ね、英語としては破格のね、回復量すごいで、これすごいですね、うん。そしてコンボスキルが、回復マスを5個作ると。あ、作るね、うん、作るね。でもね、5個も作る、多分だって24個あったら残りのマス多分 12マスでしょ。あ、もうほぼほぼもう半分ぐらいいっちゃうんだ。そうですね、いっぱい作ります、ね、はい、というわけで、こんな感じでね、なんかでもなんか、ま、マガチャで神決戦って多分初だった。あ、そっか、違うんだ。組み合わせとしては大体マガチャだったら、はい、こちら魔の決戦が切った、前回のピキリナータ、ピリキナータ、ピキリナータの時何でしたっけ、あれは逆転祭か。そうです、あれは逆転祭なので、まあ、とかそっか、別個であんまり関係ないです、はい、なんかそうですよね、不思議ですよね。そうですね、はい、としてはじゃあガチャリますか。ガチャリましょう、ガチャリましょう。というわけで今回は私 S 出るまで、おっと、いいんですか、最大、いや S 出るまでって言ってる割に少ないから、これあれかな、最大20人、最大20人最大20人ね、いきます、大丈夫それ、クイルクエンいきます。まあ、マガアップしてるからね、クイルクエンで、え、フレデリカでしょ、フレデリカ、フレデリカもね、出たら面白いな、面白いね、面白いね、面白いね、なんだろう、どういう、そうそう、そう戦えるのかちょっと見たいです。そうですよね、使わないと分かんないからさ、やっぱり出たか、あ、ブーブーした、ブーブーした、いきなりブーしました、ね、今さ、ブーしたのに顔にはさ、来なかった、え、よくわかんないです、どういうこと顔つけてた、お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 お、はい、はい、からの、よし、やばい、マジか、やばい、俺あざしっす、はぁ、ふざけんなよあっさり行くなよ、あっさり行くなよ、あとこっちにプレッシャー来んだろ、それプレッシャーちゃんとプレッシャー、いやでもおめでとう、おめでとうございます、いいの、え、クイルクエンは、これクイルクエンのポチ、ポチは出た、ポチ出た、ポチは出た、ポチ残酷だよ、ちょっと怖くなかったポチは出たけどクイルクエン出なかったね。ということで宮本先生に OK です、じゃあ行きたいと思います、じゃあ玉チェンジで、はい、ということで宮坊さん、はい、何出ないですか、全部、はい、ありがとうございます、お願いします、何回引くの、出るまで、出るまで引く、100回絶対そうじゃん100回分なかった、うわチャージあるから、おお、本当本当だよ、嘘っぽいな、マジだ、マジだ、え、何これ、本当だよ、はい、ちょっと待って、ちょっと待ってくださいよ、え、おかしくないですか、今回出ますよ、え、ほんと今回ちょろい、これ、僕が苦しむ流れです、最後、宮本さんにお願いします、はい、お願いしますお願いします、じゃあ、玉チェンジで、はい、はい、ということで、はい、もちろんね、やっぱザキヤマさんも弾いてくれるんですよね、もう、弾きますよ、なんか最初で、ポンってね、うん、大丈夫ですか、大丈夫ですか、いや、ここまで来たら、もう、出ますよ、7位だよ、7位、7位は出しちゃうよ、出ますよ、7個出してるちょっと安直すぎませんさあどうでしょう、さあさあさあ、ザキヤマさんはね、震えない、震えないタイプ、震えない、震えないタイプなんで、搭載されてないやつは、おー、マジかよ、おー、おー、え、やばくない、やばくない、やばくない、7位違うわ、7位違うわ、やっぱ7位違う、おー、7位違うわ、すげー、
違うわ。いやこのね、うん、プレッシャーの中よ。引いてくる。そして S さん引いてくるんだよ。しかもさ、嫁も出ましたから。あ、ほんとだ、嫁も出たね。すげえ、ケツベルフェからのゼレガリア・ベヒターもね。はい、レガリア・ベヒター。これやばいっすね。出やすいっすね。いやどうした今日みんな、はい、じゃあということで、はい、みんなでね、仲良く仲良くフレデリカ出したところで、はい、じゃあセグリットピストをちょっと、はいはい、攻略していこうかと思いますので、ザキヤマさん、はい、お願いしていいですか。僕ですか。はい、デッキを。あ、分かりました。じゃあ一回ここで切ってもらって、さあということで、はい、セグリットプリストプリストプリスト行きたいと思います。はい、今回挑戦するのは、竜デッキ。完全にもうガチガチの竜です。はい、お願いします。じゃあ行ってみます。竜が楽っすよね、ここは。いや結構竜じゃないときつい。そうですね、トーマス多分もうね、竜で来てっていうね、あの盤面作ってありますね。確かに。どうした。確かに。せいや、せい声優ね。声優声優声優やってみました。声優や、いや声優や。はい、というわけで、はい、竜ね、竜強化マスがねいきなりあるんで、はい、それはもう容赦なく置いていき、容赦なく置いていきましょう。これね、2ステージ目も、竜強化マスがたくさんあるので、はい、はい、やっぱもう竜で来いよと言ってますね。言ってますね。言ってますね。あ、来た、オーバーロード。そう、ここでね、あのブリオンヒルで来るんですけどね、こいつが強いんですよね。強いですね、これ、はい、返した方がいいんですけど、はい、攻めに行く。ちょっと僕攻めに行く。おっ、そうですよね。結構ね、あの相手の火力の、ほとんどがブリオンヒルデのコンボスキル。そうですね、うん、なのでこいつ、そう、これがね2000とか食らうんですよ。そう、スキルもでしたもんね。めちゃ食らうんで、こいつをとりあえず潰していけば負けはしないかな、うん、そうですね、竜で、うん、本当早すぎる。そうですね、ヒーローちゃんと少ないコーナーが来ますよと。少ないコーナーが回復コーナーを増やしてくれるランダムで、まあ、これはもう普通に抜けますけど、はい、これ本当に終盤の方になると、はい、ジークフリーとイシスイシスっていう、はいはい、やめてくださいっていう感じに、はい、なるので、結構耐久版というか、まあ、回復版は割と避けた方がいいですね、うん、で、まあ、その避けた方がいい理由は特に次のステージ2にあるんですが、はい、本当の終わりの方に、うん、祈り像、祈りの女神像というですね、はい、ちょっとヤバい駒が、ステージ専用駒が、ステージ専用駒がいきなりトラックペーって振ってきて、まずですね、それ攻撃力3000あるんですよ。はいはいはい、挙句の果てにHP 3万回復するんですよ。相手がで、それが3体出てくるんですよ。なるほど。挙句の果てにブリューキルデで HP の上限が上がってるので、はい、もうね、無理です。負けると。もう絶対無理。負け確定っていう。ほぼほぼ負けます、耐久は無理と、はい、まあ、怖いもの見たさでね、紙、はい、紙の耐久でいってみてもいいですけど、うん、ちょっとギャグなんで、はい、ギャグかなとは思うんですけど、3000から3万回、ね、まあ、自分で見てくる見るのがね、一番、うんうん、一番いいね。一番いいけど、まあ、見ない方、見ない方、とりあえず笑うよね。えっって無理やん。さあ、もうここはね、もう周囲がほぼほぼ強化マスなんで、竜でどんどん踏んでいきましょう。あー、これコンボスキル確定した。確定した、これ嫌なとこに来たね。あ、でもこっちもね、うん、ガンガン攻めてられるか、攻めるからね。ただもう、あんまりもう、なんだろう、ダメージ気にしないで殴りまくったのも多分そうですね、本当に竜マスに置くことが多分前提に動いた方が、もうすごい削れてるわ、早いっす、うん。おっ、まずいか、まず、お、肩が取れる。サッカーがすごいよ。おー、しかも、ほんとにいいとこ。お、すげえ。これね、紙、バイス。バイスじゃないんだよね。これたまに僕も言い間違えるんですけど、バイスですね。バイス。で、このバイスがちょうどの紙に刺さる言い出しのタイプなので、まあ、こうやって角も取れるかもしれないし、うん、実際に、まあ、コンボスキルも役に立つよと。はい、そう、ほら、少なひこな、わー強い、少なひこなね、竜強化マスでさえ回復まで変えてくる。すごい、すごい、はい、やばい、強い、頑張って、はい、強かった。さあ、ということで、感じでございました。はい、今コスト160の、マルガレットしか入ってないですよね、実は。そうですね、はい、うん、デッキなんですけれども、しっかり竜デッキでいけば、簡単に周回できますよと。はい、はい、ただ、耐久でね、長引けば長引くほどあちらが有利なのでね、うん、はい、それは気をつけてくださいということでございました。はい、はい、なので皆さんぜひ挑戦してみてください。というわけで、
フレデリカを使ってね対戦してみたいと思います。おというわけで、僕とミヤボがやりますので、はい、1回画面切り替えお願いします。さあということで、はい、フレデリカ対決じゃんけんぽい先行ベース。あでもそっちの方が良かったかもしれない。おいやしかし気になりますね。やっぱりじゃあ編集の理由上ね。あそうなの。あそうかな。そうなの。あこの盤面面白くなりそうですよ。あー面白い。あ面白い盤面じゃん。確かに。いや来ました。しかしまあさあさあ、まあ、プレデリカ対決ということですね。お実況始まった。始まりました。いや実況ですよ、ねね、ちょっと最近割と戦わせていただいたので今日は、ね、実況の世界の竹山でございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。というわけで、おそっちそっちそっちをね、そうしてくるのね。そう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 。なるほどね。エラーを引いたんで。なるほどね。はいはい。使っていきます。ああ、これはね、あこれ。まだ命が足りない。どんどん。お、いきなり先行。ああ、ありがとう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 。あとから残しておくと。最初挨拶とかありがとう。これあんまり手が良くないみたいな。まあ。大体これが出てくるとっていうのが。まあ相手安心しますね。いきなりバイス出してくる。バイスは安心する本当に。良かった。もうバイス出てこないからね。まあ、2体は入れられませんけどね、うん、でもねやっぱねバイセ出てきたのにバイセにビビる分かります、はい、そうなんかやっぱりバイセで決められること多いんこれはだって今ミヤボーハーピスト出してるんですからこれハーピスト返してでも終盤にハーピスト来んなって思っちゃう。確かに確かに。あれとかあなるほどこれがあの今回の新しい、はい、毒がいっぱい上がってるんです。どんどん100ずつ上がってきます。選手たちに聖なる加護を。あ懐かしい。おいおいこれはあのジャンヌ・ダルクですね。うん。デバッカイ。こいつスキル上げた人もいるんじゃないですか。確かに。うん、あそっか。一番最初のなんだタイプだったんですよね。本当にサービス開始。そうですね。どうしよう。ジャンヌ・ダルク俺結構見た目的にも好きなんだよ。うん。可愛い。可愛い。私の力を差し出よう。嫌なやつ置いてきたな。なるほど。インフェルノタイガーですね。インフェルノタイガー強いんだよ。あ、なんかカウンター範囲の早くなったね。俺の矢に射抜けぬものはない。そうなの。え、なりましたよね、今ね。なりましたよ、ね、じゃあ、出番が嫌だな。とりあえずね。お、来た、アヌビスなれーまあ、インフェルノタイガーね、ボスに結構強いんでね。今日、すごい、懐かしいコマを見ますね。結構初期の方のコマ、確かに十分強いですけど。さあ、どこに何が来る。回復はすっくるか。取ってきちゃう、取ってきちゃう。回復は取ってきちゃう。あー、ランディーランディーで取りに来た。ランディー来ましたね。そう、消耗戦に持ち込むから。なんだって。これ多分盤面ちょっとやばいけどね。ここにランディー置く意味まるでないけど。まるでない。そう、大丈夫。まだ大丈夫。うれカウンターを置いてくれ。これは返せまい。はい、あの回復魔装も割っちゃおうかな。ナンディが肥やしてくれた。あ、ナンディーマジかよ。ナンディしか来ない。ナンディが踏み抜きながらどんどん回復魔装を作っていく。あそこで踏めそう。いや、ちょくんだよナンディ。でもこれはこれでフレデリカが出るけど盤面めっちゃくちゃになる。待って、 HP ねかなり余ってんだよね、お互い。お互いよ。まあこれね、まあこれ置きたくないんだな。これが置きたくないけどね。置いてくか。おお、そこにですね、いたずらしちゃいました。いや結構スキルマだとね、返した500ダメージだから、うんうん、結構でかいんですよね。なるほどなるほど。スキルマだとさあ、毒がね、ガンガン上がってきますからね、これ。そうですね。うわ、回復もあってバンバン取ってくるな。あ、スコップ。スコップ。おお、すげえ回復。すごい増やしますね、これ。すごい。綺麗でしょ。お、これは。これは。これは。迷うね。じゃあ、僕はもうね。行きます。お、行きますか。早速行きたいと思います。来たー。足の向き600回復。よし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 。 あそっか。そうか。そうなる。こういうことなんだ。そうだからやっぱ毒との組み合わせが良くないんだね、ってことになりますよね。あ、これで勉強になりましたね、皆さん。
まあでもこれ回復マス多いからね、相手くんが勝利だ。次の差700回復マス。うっいけ、ざけんなよ。そしてお互いフレデリカ合戦が始まりました。ざけんなよ。でこの状況下で、回復マス踏んじゃうと、つまりあれですよね、そいつ回復 10% ダメージ、ダメージマス B と同じ。そうですね、ですよね、クラッドスですよね、これ。いやこれはこれはえぐい、困りますね、いろいろと。困るけどな。こういうことですよ、皆さん。こういうことなんですよ。そうですね、そうですよ、こういうことなんですよ。これもアマテラスなんか出したら大変でしたね。使い方難しいですよって話。おっ、あ、これで、あ、これで回復ます。うわ、そこ踏みたいんだが、やばくない、これ。これは、はい、これもう、あ、でも踏まないとこあるんだけど。これさ、逆に踏まないと困るし。いや、どれぐらい食らうかちょっとお試ししますか。わー、やばいね、2400の毒があるんだ。でも盤面を抑えるの大事だから。そうですね、結構入ります。これ2ターンだから、2ターン切れた後、あと回復しまくるだけだから。うんうんうん、いいんすよ、ここのダメージは。でこれスキル間だと確か3ターンなんですよ。で俺のフレデリカは切れたね。切れたね、切れました、ね、もう回復踏みまくりよ。でも盤面押さえてるからちょっとね、俺がまだ有利な気がする。使い終わったやつをこうね、完全耐久になってきてる。あ、なるほど、これを。うわ、ふざけんなよちょっと待てよ、そういうことね。スコップすごいですね、なんかスコップすごい、なんか自分で掘ったうな延々と埋めてますけど。うんうん、これすごい。あー、デバフ、ダンディを取ったね。そう、デバフ。おっ、すげえすげえ、ここで毒強えな。900900900だって次のターンでジュルジュと同じになります。そうそうそう、マジ。でも相手がリードしてるからね、やばいんだけど。どうしよう、回復マス。いや、これはもうちょっと読めないですね、これ読めないね。ちょっとどっちが勝つと思います、今から予想。 HP も大体同じぐらいで、このあとヒル踏んでる。俺パスさせるからいい。やばい、穴パス来る、穴パス。確かにこれ盤面的には宮本さんがもう穴パス来るよ。やっぱナンディ右上に置いたのが完全ミスだったよ。ナンディ、これ。あ、これはさあ、吸収。やばい、すげえことになったぞ。豪華カウント1投ね。お、吸収でかい、これ吸収でかい。うわ、強い強い、僕強いな。次ささやけるからな。でもそうしたら肩取られちゃうか。落ち着こう、俺1個しか置けないんだけど。あ、置ける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 じゃん、俺が俺のオセロ力。いっぱい置けるわ。また今のデバフがね、2つ宮坊さん置いてる。これ不明よ。桜井さんの方はすごい攻撃力、攻撃力的にはかなり厳しいくらいかと思いますが。あ、ありがとうありがとう、ありがとうありがとう、ありがとう。ルサリアタック来る、ルサリアタック。ルサリ何一つコンボスキル発動しないですよ、そこ。ルサリ6枚ですよね、6枚、6枚返し。あれ、すごい、今度でこれは信じられません。あ、これなんか普通の、すげえ、3000。これですか、夏じゃなくて普通のルサリーですか。普通のルサリーです。普通のルサリーなんで。なるほどなるほど。カウント1つ。失礼します。普通のですね、これ。さあ、デバフ待ちに加え、70% カット。これは。ヒッヒッ。いやいやいや、大丈夫。ヒッヒッ。まだ慌てるなんだけど。あー、もうルサリーがこれ牙むくわ、また。ルサリー牙むきますね、これ。牙むくよ。え、これすごいいきますよ。また吸収あるし。やばい、1233個ある。だってアヌビスまで絡むもんね。いや、これもっといきますね。1いっぱいですね。俺のコマ1個もなくなるんだけど。おい、豪華。まあ、カウント取られちゃうけど、まあ、ダメージはそれとけよ。カウント1つ、カウント1つでこんなダメージ。やばい、1200。でも毒強いな。毒強いっすね、これ。毒やべえよ。この子本当にやばいですね。この子毒針マジ強いよ、面白いよ。
してました。そういうことしたい。デバフやばいんだけど。デバフは今すごい。デバフ今すごいことになってる。かける 0.59 って書いてある。大体半分です、ね。もうコマがないから。コマがないから。ああずるい。あもう耐久する。耐久する。5300。あもうアズリエルでしょ。この後アズリエル。ちょっと待って、俺2ターンでさもう隠しじゃない？隠し。あもうあれ踏まなきゃいけないからねダメージます。あでも穴パスだった。ぽいよ。穴パス。いやボタンだよ。え俺ボタンこれ違うよ。えでも俺置けないよ今。相手混乱中になってる。あれでも置けない。あ、分かった分かった、オッケーオッケー、大丈夫大丈夫何が起こったの？え、待ってマジか。こいつコンボスキル、コンボスキル、ちょっとコンボスキルちょっとね、結構強かったんだよね。でもね、確定死なんだよね。あの、次 B、ま、ダメージマス B を追ってなきゃ。あ追っかなきゃいけないんで。じゃあ、関係潰しとこう。いや完全に持ってかれたわ。毒からの吸収。いや容赦ないっす。うおー大丈夫です。はい、宮本さん勝利でした。イエーイ。いやー完全に盤面持ってかれましたね。まあ耐久になると盤面大事だよね。一番大事だね。てか毒強くないっすか。毒最後、毒強いね。最後まで、うん、持つとね、まあ1400、うん、アズレールを超えるという、うん、まあ、最後まで持てばの話ですけどね。アズレール並みになるのに強いっすね。すごい。ちょっとね、なんか変な戦い方しましたけど、うん、あのてか驚いたのが、あのラブーシュかアナホリガールの、うん、なんかいっぱい作り方やばくないですか。やばい、めっちゃ作ってさ。俺あんなに回復パワー見たことないよ。あのこいつ決戦以外に見たことない。強いんじゃね。うん、びっくりした、ね、この子やっぱりクイルクエン系ですもんね。そうですね、うん、まあ、やっぱり獣の、ね、耳の子はやっぱりみんないい子なんです。なるほどですね。そういうつながり。獣の耳の子はやっぱり、はい、ちょっと侮れない。侮れないですね。なるほどね。あ、こいつ遠しいんですよ。あ、じゃあラブシュかカップ戦で、カップ戦で怪しいですよ。動けない、見せられない、はい、見せられない。というわけで、はい、皆さんもね、ぜひ使ってみてください。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。いつものようにこの辺にチャンネル登録のボタンがあると思いますので、 PC からご覧の方はそちらからよろしければご登録お願いいたします。お願いします。お願いします。スマートフォンからご覧の方は概要欄の方からお願いいたします。あとね、ハミツアプリコナーブやっております。オセロニアの配信もやっておりますので、そちらもぜひチェックしてみてください。はい、そしてザキヤマさんもすぐ大会出るのでね、はい、そちらの方も楽しみにしておいてください。よろしくお願いします。はい、それではどうもご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。